海苔うめえ。霊夢さん。マジ海苔なら1000枚とかでも全然食えるわ。てかなんで海苔って止まらないんだろ。あと散財も止まらないんだけど。もう撮影始まってますよ。ちょっとそれ先に言ってよ。皆さん最近気分はどうですか？よく切り替えられたな。私はこの撮影の前に1時間撮影してたのですが、撮影データ吹っ飛んだんで最悪の気分です。ちなみに1時間何してたんですか？これ見てもらったらわかります？お、銀貨200万くらい増えてるじゃねえか。撮影以外で私が銀貨増やすことないので頑張りましたよ。まあその頑張り全部取れてないんですけどね。かわいそうな人発見。なので本当はもっと温め続けようと思ったのですけど、仕方ないのでガチャの釣り動画です。せっかく前回の動画でガチャ落ち着いたと思ったのにまた始まっちゃったよ。急遽ネタがなくなったのでやむなしですね。あと前回不完全燃焼で終わった強化もやるね。なぜ不完全燃焼だったかはこちらの動画から確認してね。とりあえずその前に舞踏会で見てほしいのあるんだよね。え？舞踏会ってなんか見どころあるっけ？舞踏会とか尺稼ぎようだろ。こらマリサ。その通り大正解。あ、やっぱりそうでしたか。でも今回見てほしいものあるのはガチだから、とりあえずアイキャッチ。で、舞踏会で見てほしいものってなんだ？私強くね。もう終わってもいいんだよ。すいませんでした。とりあえずこの敵さんなんだけど、なんだまた自分勝ってるアピールか。まあそれもあるから否定しないけど。はいこれですね。敵さんの編成だな。編成がどうしたんですか？私の部隊ランク A なんですよ。この人らほとんど S ランクとかそれに近い総合力なんだけど。まあそもそも霊夢さんが総合力低すぎるだけだろ。まあそうなんだけど、なんで高いのか考えてみたんですよ。すると衝撃の事実。めちゃくちゃ武器のレベルが高い。全米が衝撃、武器って強化するものだった。それを知らなかったことに全米が衝撃を受けてるよ。まあつまり簡単な話、武器を強化すればいいのだろ。それを前回の動画でやってたのですが。え？うん、まだあの動画投稿してから1週間経ってないんだけど。まあ私の記憶力はアインシュタインも驚愕してたからね。多分それ悪い意味だよ。全米が泣いた。この動画全米で見られすぎだろ。多分この動画3億再生くらい行くの確定しましたね。アメリカの人口は3億2400万人です。ちなみに世界で一番人口が多いのは中国の約14億4000万人です。中国で YouTube やったら登録者一瞬で100万人行くんじゃね。考え甘すぎだろ。ちなみにこれで13連勝目。じゃあまずはガチャ回すか。何回ガチャでもあったのか。そうそう、この 3.9 周年アニバーサリーガチャが豪華なんだよね。私のガチパに入ってるキャラがラインナップされてたから、できれば被ってと釣りたい。今回のラインナップはこんな感じ。ラミリスとベニマルは普通に欲しいところだね。ちなみに確率は星6が 4% なので別に特別高いわけじゃないです。じゃあパパッと星6当てて強化いきますよ。こいベルザード。相変わらずベルザード好きなのな。まずは金以上確定。いや2次確定来いよ。うわぁ。頼むラスト変われ。私のなけなしの石400だぁ。まあまあ霊夢さん、いつものことやん。ふふ、このイースターガチャ20連回せるじゃないですか。そうだな。この20連を合わせてサムネ30連にすればいいのでは。あ、撮影始まってますよ。こらマリサ卑怯な釣りサムネはダメだろ。無理だよ。あ、やっぱ無理そうですか。てかこのガチャ武器も出てくるので、今回のメインは武器強化だから武器かぶりまくるのを求む。うん、なんかいろいろ当たったね。はい、なんか虹に変わりました。虹が武器っぽいですね。ってことは武器は今回4個か。地属性以外の武器なら何でもあり。次の10連は武器全部地属性出てほしい。できるだけ私の不幸を願ってる人いるんだけど。毎日滝用して呪いの呪文3時間唱え続けてるんだけど。そのストイックさ違うところで発揮しろよ。てかこの虹核演出さっきのガチャで出てくれよな。はい、今回は虹が2枚でしたね。あ、心か。どうせなら力とか速とかが良かったな。この人なんか要望多すぎるんだけど。じゃあとりあえず強化していくよ。皆さんは外食するならお昼にどこに行きますか？なんでそうなった？私はよく丸亀製麺に行くんですけど、あそこってネギが入れ放題じゃないですか。あれはありがたいですね。私気づいてしまったんですよ。あのネギ転売したら食費浮くんじゃね？おまわりさんこっちです。なんだ、またお前何かしたのか。いや前にもなんかやらかしてたんですか？マクドナルドのコーヒーが無料でお代わりできたから、1リットルの水筒10本分に入れて帰っただけなのに捕まりました。とりあえず実刑判決でお願いします。はいであります。待ってくれー。ふぅ、ひどい目にあった。なんで帰ってきたんだよ。拘置所の食事を暴飲暴食した結果返されました。この問題自動に貸してくれ。それにしても今回はあんまり銀貨いらないんだね。14万4000だけでいけましたね。多分武器のレベル上がれば銀貨の使用量も増えるんだろ。マリサにしてはいい考察じゃないか。お前にだけは言われたくない。じゃあ今回の動画はこの辺りで終わろうかな。本当は銀貨集めてる動画だったから、視聴者さん全員報復絶倒の話のネタ考えてたけど、銀貨集めじゃなかったから披露できなかったよ。どうぞ、全然動画の時間なんて伸びれば伸びるほど美味しいですから、やってもらっていいですよ。急に腹痛が。